あんたは？宿の娘です。あのパラミデスへ行くと話されているのを聞いてしまったのですが。清涼に通報したのか？通報？大魔師様がご一緒なのに？用があるなら大魔師様に言って。あ、清涼大魔師、エレノア・ヒュームです。どんなご用でしょう？人探しをお願いしたいのです。ある親子が清涼の施設に行ったまま帰らないのです。二人とも行方不明に？母親はアメノチ様の巫女マヒナさん、娘はモアナちゃんという小さな女の子です。アメノチ様の巫女ということは？はい、アメノチ様の聖殿が接収されてからマヒナさんは何度も清涼に抗議しました。でもある日帰ってこなくなって、そしてモアナちゃんまで消えてしまったんです。きっとマヒナさんを探しに行ったんだと思います。その二人が清涼の施設にいると？いえ、でもあのマヒナさんがモアナちゃんを捨てるなんて考えられません。巫女の後継者として厳しく育てていましたが、本当にモアナちゃんを愛していたから。抗議のことはお許しください。どうか清涼のお力で二人を探していただきたいのです。できる限り調べてみましょう。ありがとうございます。私も母と二人で育ったものですから、一言とは思えなくて。親子か。行きましょう、大魔師様。